皆さんこんにちは、ホッシーです。開発プランナーのグランデです。はい、今回のハチテレでは1月17日火曜日のメンテナンス後から始まる新春キャンペーン第3弾の情報をお届けしていきたいと思います。まずは気になるスカウト情報からのご紹介です。タイトルはこちらになります。じゃじゃん。はい、ハチナイプリンセススカウトブルームですね。このスカウトではシンデレラ覚醒が可能な SSR 選手をお迎えすることができます。今回シンデレラ覚醒ができる選手はこちらとなります。じゃじゃーん。じゃじゃーん。はい、ということで、はい、来ましたね。はい、小川原高校の鬼塚キリちゃんです。来ました、キリちゃん。いやしかも正月お姉ちゃんとね、いいですね、千尋ちゃんと一緒に初詣なんですね。めっちゃいい。いいですね。キリちゃんの方はお姉ちゃんの健康と自分の野球の抱負を願っているシーンとなっておりますが、千尋ちゃん何考えてるんだろう。いや気になる。気になりますね。ちょっと妄想が膨らむ、ね。はい、こちらのキリちゃんは UR にシンデレラ覚醒をするとシーンがアニメーションするようになります。こちらです。じゃん。じゃん。はい、かっこいいですね。かっこいいです ね。こちらはセンターに抜けると思われる打球に対して、キリちゃんが抜群の、ね、反応を見せて横飛びで捕球したシーンとなっております。かっこいい、なんか臨場感が、ね、いいですよね。そうですね。はい、ということで、鬼塚キリちゃんの、シンデレラハーモニーはですね、守備陣に、発動できる内容となっております。はい、キリちゃんらしい、はい、こちらの効果なんですけれども、敵選手の、内野ゴロ率ですね、味方の補給率を上昇させて、シンデレラハーモニーを発動させた打席で敵選手が、塁に出なければ、オペレーションコストを回復できるといった内容になっております。でまたですね、発動時に、ね、ムードがちょっと劣勢な場合ですね、敵チームに傾いている場合、ムードを、プラスマイナスゼロ真ん中のところですねに、リセットできる、そういった効果もあります。はい、さらに選手を選んでお迎えすることができるドラフトスカウトも開催されます。こちらのスカウトは優勝ナインスターで6回限定10連スカウトのみとなりますが、対象の選手を選んでお迎えすることができます。お迎えできる選手は、全員ひまわりスキルへの開花が可能です。ぜひですね、この機会に欲しい選手をお迎えして育成してみてください。また新春を記念してナインスターのセール第2弾も開催されます。はい、ぜひですね、振り袖姿の選手出ておりますので、ぜひぜひ迎えていただければと思います。続いてイベント情報のご紹介になります。1月17日のメンテナンス後からはこちらのイベントが開催されます。じゃじゃん。はい、秋空に高まる兆しですね。このイベントではタイトル通りの夏大会を終え秋を迎えた選手たちが描かれるシナリオとなっております。はい、こちらですね、ライバル校選手たちの来年を見据えたこう動きっていうのも描かれてるみたいなのでぜひシナリオを楽しみにしていただければと。そして1月23日月曜日の12時からは第10回全国大会が開催されます。もう10回なんですね。10回目になりました ね、はい、早いようなみたいな。いや、あっという間でしたね。ねですね、はい、今回の全国大会では一部仕様の変更がございますので、そちらをグランデさんから説明いただければと思います。こちらですね、年始のハチテレでいのちさんからコメントがあった全国チャレンジについてになるんですけれども、今回はですねその変更点っていうのも改めて実況を持ってきたので、おさらいを、していきたいと思います。はい、じゃあこちらですね、実際の画面になります。こちら開発中の、画面なのでちょっと一部数字とかが違うんですけれども、第10回から全国チャレンジが導入された画面となります。はい、はい、こちらの全国チャレンジっていうのは、強豪校、名門校のクラスで使用可能な機能でございまして、そのクラスの、方々がですね全国クラスのチームとマッチングできる、それと合わせて、全国クラスの、タグが使える、そういった機能になっております。まあ、ちょっとね説明するだけだと分かりづらいと思うので、実際にちょっとマッチングしていきたいと思います。はい、この画面右下の部分がね、変わってますね。はい、はい、これの、全国クラスと対戦っていうのをちょっと押してもらって、はい、全国チャレンジっていうのはこういうものですよって困難な試合になりますが、はい、まあ、そうですもんね、全国クラスと戦うわけなので、はい、ということでこういう状態になって、はい、対戦校を選択します。でそしたら全国クラスの、はい、学校が出てきましたね。はい、1200ポイント、はい、先ほど1015だったので、格上です。ですね、ですね、はい、となります。で、こちらですね、実際に戦ってみると、これチャレンジタグ選べるんですけれども、ここで選べるチャレンジタグの中に、全国クラス用の
はい、ここですね、はいはいはい、全国以上、はい、これちょっとあの前のタグですけれども、うんうんうん、全国以上で使えるタグが、使用可能になるとそういった、はい、仕様になっております。こちらのですね、タグが使えるようになることで、あの強豪校だったり、名門校クラスがですね、あの後から始めた人でも、全国クラス の, あの監督さんに追いつきやすくなると、そういった調整を、行っております。でまたですね、あのもし、全国チャレンジをちょっとやめたいよということが、あった場合は、この、対戦相手選択画面に戻っていただいて、この今度右上ですね、はいはい、あのボタンがございます。あ、本当だ、うん、はい、ここでまあ通常対戦を選んでもらって、はい、ここであの対戦相手あの再抽選し直しますので、うんうんうん、ここでちょっと部費の消費があるんですけれども、はいはい、こちらはいを押していただくと今度は名門校クラスの、監督さんとあのマッチングしました。はいはい、こんな感じであの通常対戦 と,、全国チャレンジ切り替えることができます。もう一回あの全国あのチャレンジするときはあのボタンを押していただければいいんですけど、こちらもまた再抽選発生しますのでお気をつけください、うんうん、はい、はい、というわけで、こちらが昨日の概要になります。ぜひですね、全国チャレンジでさらなるスコアアップを狙ってみてください。またですね、ちょっと補足になるんですけれども、全国チャレンジをあの使用した際に挑まれた側、はい、まさにビジター試合ですね、うんうん、あのこちらの、試合時においてはあの勝っても負けてもポイントの変動っていうのはございません、はい、あのもちろん全国クラスの方々がめちゃくちゃこう数をあの挑まれることになるので、うんうんうん、そういった仕様になっております。はい、またですね、あの全国チャレンジの、機能が使えるようになるのは、全国クラスが開放されてからとなりますので、はい、お気をつけください。さらにですね、こちらあの対戦相手の再抽選時のですね、部費についても、調整を行っております。今回、もともと500からスタートで最大30万あの使用していたんですけれども、今回の調整で初回200からスタートして最大で20万までに変更になっております。はい、はい、という形であの少し、必要な部費を緩和したという形になります。ということで、新しい機能が追加される第10回、全国大会ですね、あのぜひ楽しんでいただければと思います。ハチテレ。続きましてキャンペーン情報のお知らせです。1月18日水曜日からはハチナイ公式ツイッターで全国大会カウントダウンリツイートキャンペーンが開催されます。期間中にハチナイの公式ツイッターに投稿される対象ツイートのリツイート数が5日間連続で890リツイートを超えるとゲーム内報酬がもらえちゃいます。絆の結晶極みや、レアチケット ×10 個ですね、はい、などなど育成に役立つアイテムが、プレゼントされますので、ぜひあの監督さんたちで協力してですね、あの890リツイート、達成していただければと思います。ハチテレ。続きましてハチナイニュースをお伝えします。2022年の12月30日と31日に開催されたコミックマーケット101で販売された一部グッズの事後通販が行われます。開催期間は1月20日金曜日の19時から1月24日火曜日までの5日間で、ハチナイのオフィシャルウェブストアで販売されます。コミケ会場限定グッズのハチナイ推し選手セット、バージョン2022とですね、ガチャガチャで、購入できた、クレヨン極厚キーホルダーはですね、あの通販でのご購入できませんのでご了承ください。また、クレヨン極厚キーホルダーについてはハチナイセット C101 の中に、ランダムで1個入っている形となっております。さらに通販限定の新しいグッズもあるかもということなので、うん、1月20日金曜日から1月24日火曜日の間はぜひオフィシャルウェブストアをチェックしてみてください。そして漫画8月のシンデレラ9 S が現在漫画クロスで連載中です。8 9 S は通常は毎月第2、第4月曜日に更新されていますが、1月のみ第3と第5月曜日の更新となります。次回は30日の更新を予定しております。漫画クロスは、無料で漫画が楽しめる、ウェブ漫画サービスとなっておりますので、皆さんぜひ、89S もチェックしてみてください。ハチテレ。現在ハチテレではハチテレ何でも質問室にて監督さんたちからの質問を大募集中です。イラストや選手のこと、また音楽のことなど、ハチナイに関する質問なら何でも大募集中です。ご質問はですね、この動画の概要欄に記載されております回答フォームよりですね、ご投稿お願いいたします。たくさんの質問お待ちしております。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。せーの、バイバーイ。